さて、願わくばそろそろファング君にご登場いただきたいところですが。あんま信用してないんですね、ファングのこと。彼のことはそれなりに評価はしていますよ。あくまでそれなりにですが。行きましょう。せめてフューリーだけでも持ち帰らなくてはね。もう何でもいいから早く出てきてよ、ファング。パートナーの私が恥かくんだからさ。ところでさ、エフォールって喋れたんだね。前に会った時はサツサツ言ってたけど。サツ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 。なんでそんな恥ずかしい過去を知ってやがる。ぶっ殺されてやるかこの野郎。とエフォールは申しております。あ、やっぱり昔はそうだったんだ。長い間エフォールは戦うことしか知らないかわいそうな子だったのです。けれどそれを哀れに思って私がエフォールをじっくりと教育し直しました。今では興奮した時にしかあの頃の面影を見ることはできません。殺滅殺暴殺。思い出したくないくらい恥ずかしい過去だからさっさと忘れて二度と口にするんじゃねえぞ、この薄らトンカチ。とエフォールは申しております。ごめん。どうしました？置いていきますよ。もう言わないから落ち着いて。行こうエフォール。わかればいい。あった、フューリーだよ。まだ誰にも取られてなかったみたい。よし、ではすぐに回収して。ジャルマン、敵性勢力の接近を確認した。すんなり回収というわけにはいきませんか。まあそれくらいでなくては面白くありませんかね。来る。とりあえずフューリーは無事に回収できましたね。案の定ファング君は現れませんでしたが。やっぱ信じてなかったんですね。無理もないけど。そう都合よくことは運ばないと思っているだけですよ。彼の知的レベルは少ししか疑っていません。さてここで待っているわけにもいきませんし、次の場所に向かうとしましょうか。お腹すいた。あたしもね。えシャルマン様、次の探索の前に一回町に戻りましょうよ。緊迫感というものがないんですか、あなた方は。だって飲まず食わずでここまで来たんですよ。次のフューリーのありかに水や食べ物があるかどうかもわからないし。仕方ありませんね。わかりました。ですが腹ごしらえをしたらすぐに出発ですよ。さすがシャルマン様、話がわかる。よし、じゃあ戻ろう戻ろう。やれやれ、主が主なら妖精も妖精というか。お、シャルマン様、何か言いました？ いえ、何も。人を探していらっしゃるのですか？ええ、目つきが悪く黒っぽい上着を着ています。それとフェンサーなので剣を持っているかと。ごめんなさい、思い当たる節はあいにくと。いえ、いいんです、気にしないでください。はい、それでは。やれやれ、人探しというのも難しいものですね。手がかり一つ見つけられないとなると。おっと、そこのイケメンお兄さん、お得な情報があるんだけど買わない？あなた、聞いたよ聞いたよ、人を探してるんでしょ。お目当ての人の情報がなんとこのお値段。しかも今ならさっきのお姉さんの3サイズまでついてくるけど、どう？買わない？3サイズの方は結構ですよ。女体の神秘は己の手で知るべきものです。それよりも目当ての人間というのはひょっとして。それはもちろん、お兄さん
さんが探してる黒い上着で目つきの悪いフェンサーのこと。いいでしょう、その情報買わせていただきますよ。えへい、毎度あり。それでその男はどこに？クラビーセ洞窟に入っていくのを見たって噂だよ。相当な腕の持ち主で、襲ってきた盗賊を一瞬で返り討ちにしちゃったってさ。見つかるといいね。じゃあ私はこれで。シャルマン様、お待たせ。汗かいたからシャワー浴びちゃった。エフォールも浴びた。それは結構。綺麗好きな女性は嫌いではありませんよ。それよりも皆さん、次の目的地を変更しましょう。ファング君らしき人物を見たという情報がありました。え、本当に？確実かどうかは分かりません。しかし今はそんな情報でも当てにするしかないですからね。さあ行きましょう。本当にこんなところにファングがいるのかな。食べ物なんか何もなさそうだし、フューリーがあるかどうかだって。確かなのは、目つきの悪い黒い上着のフェンサーがここに入っていったということだけです。しかしそんな人間はそうそういませんしね。確かに。さあ急ぎましょう。入れ違いになってしまう可能性もありますからね。誰かいる？あれは何者だ、貴様。あれってドルファの。よくご存知ですね。あれはアポローネス、かつてのドルファ四天王の一人です。かつてってことは今は違うの？アポローネスは私たちよりもはるかに前にドルファを辞めています。後日幾人もの追っ手が差し向けられましたが、そのすべてを返り討ちにし、指し物ドルファも彼を追うことを諦めたと聞きました。なるほど、黒い上着に鋭い目つき。どうやら僕が手に入れた情報は彼のことだったようですね。そこにいるのはエフォールか。久しぶりの追っ手がお前とはな。違う、エフォールもドルファを辞めた。何？彼女の言う通りです。僕たちは知人の足跡を追ってここを訪れたにすぎません。もっともそれも人違いだったようですがね。ですがここでアポローネスと出会えたのは幸いです。彼も私たちと同じくドルファと敵対している身。彼が私たちの味方についてくれればこんなに心強いことはありません。確かにそうですね。今は少しでも味方が多い方がいい。どうでしょうアポローネス、僕たちと共に。シャーッ！いきなり仕掛けてくるとどういうつもりですか。あいにくと私はドルファなどに興味を。私がドルファを抜けた理由はただ一つ、己が剣を磨くため。これ以上奴らの元にいる必要性を感じなくなったというだけのこと。貴様はかなりの腕と見たぞ。我が魂を震えさせるほどの腕の持ち主は久しぶりだ。私とここで立ち会え。貴様ほどの腕の持ち主と試合えば我が剣は確実にさらなる高みに到達する。シャルマン様、こんなの相手にしてられないですよ。ここは逃げちゃった方が。そうしたいのは山々ですが、ここで背を向ければ確実に殺されますよ。彼の殺気がそれを物語っています。ポジティブ、手加減して勝てる相手ではない。え？シャルマンというのか。あえて嬉しいぞ。未知の強者に会える喜びこそ至上。そのものと刃を交えられるならばさらなり。行くぞ、来い
せぐろ。紙一重の差でしたが、僕の勝ちのようですね。私が破れるとは、バカな。アポローネス、一緒に。ええ、どうか私たちと行動を共にしてください。あなたの力があればドルファに対抗することも決して夢ではなくなるのです。言ったはずだ。我が関心事は小野賀剣の研鑽のみ。いや、それすらももはや失われた。殺すがいい。剣士にとって敗北は死でなければならぬ。実に立派な心がけです。以前の僕ならあなたの望み通りにしていたかもしれませんね。シャルマン様。ですが今の僕はこう考えています。君ほどの男の命、無意味に散らすことはできぬ。邪神に支配されたこの世界を救うためにも。そのような情けなど無用。ならばこの手で。やめなさい。あなたの命僕が預かりましょう。剣の奥義を極めるためには何度も死ななければならない。そのために生きるのです。私にとって強さこそ全て。そして貴様は剣の道を知る者。貴様の道を我も歩もう。何よりですね。歓迎しますよ、アポローネス。ことかと思った。ここのフューリーも回収しておきました。町に戻って次の目的地を決めましょうか。あー、人違いだったんだ。でも別に間違った情報じゃなかったでしょ。その人だって黒い上着だし、フェンサーだし、目つきだってものすっごく悪いじゃん。別に返金を要求したりはしませんよ。ただ他にも似たような情報はないかと思いましてね。それって黒い上着で目つきの悪いフェンサーの情報が他にもないかってこと？ええ。そこの人みたいに殺し屋っぽい何の情もないような冷たい目をした仏頂面のフェンサーの情報か。今はないかな。でも情報が入り次第お兄さんに教えるね。ええ、お願いします。じゃあ次の目的地は最初の予定通りカリンとエフォールが教えてくれた場所にしますか。そうですね。他に当てがない以上は今はフューリー集めに専念しておきましょうか。はい。あれ、アポローネスどうしたの。私はそんなに目つきが悪いのか。気にしてるんだ。さっきの緩んだ顔と言われるよりはいいが、踏み落ちん。行こうかね。気にしない方がいいよ多分。さて、それでは行きましょうか。いい加減ファング出てこないかな。僕もそう願ってはいますがね。しかし彼はどこか気まぐれな男です。行動を予測することも難しい。今はできることを一つずつやっていくしかないでしょう。まさか牢屋に入れられてたりして。さすがにそんなわけないでしょう。彼もそこまで愚かじゃないと思いますよ。前は入ってたんだけどね。実際あった、フューリーだ。ファングはやっぱりいないけど。そのようですね。仕方ありません。とりあえずフューリーを回収しておきましょう。はい。じゃあ取ってきますね。エフォールも来て。うん。それにしてもファング君はどこに。貴様はそのファングという男を追っているようだが、一体何者なのだ。
ドルファ攻略の鍵を握る人物ですかね。悔しいですが、僕の力だけでドルファの邪神を打つのは難しいでしょうから。つまりその男もドルファにあだなすものということか。ならばひょっとするとあの場所に何か思い当たる節があるのですか。ないこともない、確証はないが。モンスターですか。フューリーを守っていたようですね。アポローネス、話は後です。まずはモンスターを片付けなくては。異彩承知。助かった。ありがとうございます、シャルマン様。当然のことをしたまでです。それよりもアポローネス、先ほどの話の続きをお願いできますか。実はドルファが管理する人間牧場という施設があるんだ。人間牧場。ドルファにあだなす者やドルファ内部で失態を犯した者を収容し労働をさせるための施設だ。その噂は聞いたことがあります。でも私は場所までは。エフォールも知らない。幹部である私はその場所を知らされていた。貴様らの探すファングという男がドルファにあだなしていたのなら、そこに収容されているかもしれん。それって要は牢屋ってことだよね。冗談が本当になっちゃった感じ。ここまでファング君と出会えない以上、その人間牧場とやらにいる可能性はありそうですね。次はそこに行ってみましょう。うん、待っててね、ファング。絶対に助け出してあげるから。うぅ、なんかジメジメしてる。不用意に喋るな。ここは声が響く。警備に見つかりかねんからな。臭い。だから声を立てるなと言っている。ここはドルファの有する施設の中でも特に警備が厳しい区画だ。侵入者がいると露見すれば大量のモンスターをけしかけてくるだろう。そうなれば収容されているファングとやらの安全も保証できなくなる。それは分かってるんだけど。くしゃみですか。いけませんね。エフォール、アリンさんの鼻を塞いでください。あ、おお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 。少し我慢してください。さすがにくしゃみなんてすればその音で。なぜお前がくしゃみをする。うつった。今の君の声で見つかってしまったようですね。仕方ない。ならば強引に突破する。行くぞ。へえ、くしゃい。こうなったら大っぴらにくしゃみしても同じだもんね。すっきりした。よし、ファングはどこだ。やれやれ。おい、いたか。ダメだ、ここにはいない。他を探せ。かなり警備が厳しくなってきましたね。この混乱の隙をついてファング君が脱走でもしてくれていればいいのですが。それはどうかな。ファングのことだから牢屋はただご飯も出てくるし寝たいだけ寝れるしとか言って居座ってさ。ここはそんな生優しい牢とは違うぞ。1日22時間の労働に食事として与えられるのはカビが生えたパン一かけらと塩水だけだ。そんなの死んじゃうよ。どこが牧場なの。牛や豚でももっとマシなもの食べてるよ。邪神が好むのは人の苦しみや悲痛の叫び。人々が苦しめば苦しむほど、嘆けば嘆くほど邪神の格好の餌になるからな。邪神の餌を生み出す牧場ということですか。ひどい。ファング君を探して行き着いた場所ですが、僕も怒りを禁じ得ませんね。この際です、徹底的に暴れてしまいましょう。
ファング君がいないとしても、この場所は存在の許されぬ悪魔の巣です。お許しを、お許しください。やかましい、かま、かまガ、ガルド君、それくらいにしないと。ザカシ、ザンケ、八つ当たりも死闘なるわい。あのティアラとかいう小娘がまるで見つからんのや。その上ここに侵入者やぞ。このままやったらワイの信用ガタ落ちや。最悪ワイまで牧場行きになってまうやぞ。でもあんまりいじめると死んじゃうから。アホか、それこそ好都合やないか。こいつが苦しんで死んだら邪神かて喜びよるわ。ごめんなさいね、ガルドちゃん、こうなっちゃうとしばらく収まらないの。実際に来るのは初めてだが、想像以上にひどい場所だ。アポローネス、なんで来ないなとこに。ここが人間牧場とやらの中枢のようですね。ならば潰させてもらいましょうか。二度とこんな愚行を犯せぬようにね。まさか侵入者ってこいつらなんか。あかん、これはあかんで。あのすかした兄ちゃんだけでも面倒やのに、エフォールとアプローネスまでおる。おい、ザンキュー、お前いかんかい。僕は。ええか、時間を稼ぐんや。ワイが助けを呼んできたるからな。しっかりやるんやで。よろしくお願いします。え、ガルド君、超王、以前交戦経験のある同盟人物に間違いなしだが、なんかこいつも前と性格が全然違う。しかしドルファに加担しているのは事実のようです。ならば遠慮は無用でしょう。ザンク、頑張って。戦わないとあんたが死んじゃうよ。そうだ、戦うんだ。フェアライズ。めっちゃ弱そう。ごめんなさい、殺さないで、殺さないでください。お願いですから、お願いですから。すごい土下座。ええ、あれこそ土下座の中の土下座、キングオブ土下座って感じね。死にたくないです、僕まだ死にたくないです。助けてください、どうか。くだらん、切る価値もない。同感ですね。どこへなりと行きなさい。次に僕たちの前に立ちはだかるなら、その時は容赦はしませんよ。ありがとうございます。行こうデラ。うん、シャルマ様、牢屋に入れられてた人たちを解放してきたけど、やっぱりファングはいないみたい。そうですか。ドルファの悪行を一つ潰せたと思えば全くの無意味ではないのでしょうが、こうも空振りが続くと不安になりますね。ファング君が本当にまだ生きてるのかどうか。それは大丈夫だと思いますけど、ファングに何かあったら私もこうして存在できないはずですし。とにかく一度町に戻るとしましょう。ロロさんがファング君の情報を手に入れてくれているかもしれませんしね。あ、お兄さん、例の黒いフェンサーの情報ならまだ入ってないよ。そうですか。でもそれとは別の情報は手に入ったよ。今なら最高に美味しい酢飯が炊ける炊飯器とセットでこのお値段。酢飯しか炊けないけど。どういう設計したらそんな機能になるわけ。炊飯器は結構です。誰かにタダで差し上げてください。
同じ値段で情報だけ買わせていただきますよ。わーお、太っ腹、毎度あり。それで情報っていうのは？なんかね、近々ドルファの社長が開催するパーティーがあるんだって。フェンサーといえばドルファでしょ。それに参加すれば何か情報が手に入るかもよ。なるほど。しかし参加すると言ってもアポローネスやエホールは顔を知られているでしょうからね。それを言うならシャルマン様もそうでしょ。ドルファの奴らと戦っちゃってるし。それでも僕が一番マシなのは確かでしょう。一つ変装して潜入するとしますか。ようこそ皆様、我らがドルファホールディングス主催の新製品お披露目パーティーへ。本日の司会進行を務めさせていただきます、パイガパイロンと申します。お見知りおきを。アリンさん、あまりがっつかないでください。せっかく目立たないように変装したというのに、それでは無駄に目立ってしまいます。え？だって立食パーティーなんですよ。食べ物を食べてる方がむしろ自然でしょ。それはそうですが、お皿にそんなに食べ物を乗せている人は他にいませんよ。というか、よくそんなに乗りましたね。ちょっとしたパズルより複雑な積み上げ方ですよ。へへ、これはね、コツがあるの。あ、このお寿司おいしい。酢飯の感じが絶妙。というわけでございまして、後で皆様にご紹介いたします新社長の鶴の一声で、新製品である酢飯専用炊飯器シャリジローが完成しました。一応表向きにはまだ健全な企業のふりをしているようですね。招待客はドルファにおもねるスポンサー関連の人間たちというところですか。さて、お待たせしました皆様、それではご紹介いたしましょう。新製品開発の立役者にしてドルファホールディングス新社長、ファング様です。え、シャルマン様、今ファングって。うわ、何これ。大丈夫、ただのスモークのようです。しかし今の声、まさか本当に。ちょっと何も見えなくなっちゃったよ。何なのよもう。よく来たなお前ら。俺といえば社長、社長といえば俺。ファングなのかな、声はそれっぽいんだけど。いかんせん姿が見えないから断言できませんね。っていうか、なんだこの冷ややかな空気は。おいパイガー、どうなってんだ。申し訳ありません。ビビアのやつがスモークの量を間違えたようで、お客様方にファング様のお姿が見えてないようです。なるほど、道理で俺からも客が見えないと思った。すぐにスモークを晴らしますので少々お待ちを。せっかく盛大に盛り上げて登場しようと思ったのに使えないやつめ。次の査定で給料を 99% カットしてやる。本当にファングなの？でも同じ名前の別人だって可能性もあるし。し、スモークが荒れてきました。さすが俺の開発したシャリジローだな。酢飯の硬さがまさしく俺好みだ。あ、おっと、やっべ、もっと時間がかかるかと思って、つい料理に手が伸びちまった。ファング、やっぱりファングだったんだね。あ、なんだお前、サインなら後にしろよ。俺は今忙しいからな。あ、なんだ、この料理が欲しいのか。だったらやらねえぞ、そっちで勝手に取れ。そのための食い放題だからな。ファング、どうしたの。私のことがわからない。お待たせしました社長、ささこちらへ。
うむ、よく来たなお前ら。俺こそが天下のドルファの新社長、ハング・ザ・プレジデント様だ。敬え、あがめろ、ひれ伏せ。毎日寝る前にハング様ありがとうございますと10回唱えろ。いいな。社長、お口にお米粒が。威厳たっぷりの発言が台無しで。よし、じゃあやりとう。よく来たなお前ら。俺こそが天下のドルファの。出ましょう、アリンさん。え、だってファングが。あれはファングだよ、絶対。私にはわかるもん。あなたが言うのだからそうなのでしょう。しかしファング君にはアリンさんのことがわからない様子でした。それは…ということは、ファング君も他の方々同様に僕たちの知るファング君ではなくなっているという可能性が高いわけです。それを確かめる必要がありますが、あいにくとここにはドルファの人間が大勢います。下手な行動を取れば捕らえられかねません。彼が一人になるタイミングを狙って彼に接触しましょう。うん、わかった。なかなか出てきませんね、ファング君は。うん、どうにか話ができればいいけど。あれ、ねえシャルマン様、あっち、あっち。あれは、くそ、さっさと出てこいよ。あのクソ社長、腹が減ってきたじゃねえか。ティアラ、何やってんのこんなとこで。バカ、ビビらせんじゃねえよ。誰かを待ち伏せしているという様子ですね。一体何をするつもりなのですか。警戒する必要はありません。僕たちはドルファの人間ではありませんよ。むしろそれとは逆、彼らと敵対している立場です。本当か。嘘なら話しかける前にあなたを攻撃していますよ。違いますか。確かにそうだな。だったら教えてやる。俺はな、あのクソ社長をぶち殺しに来たんだ。社長ってファングのこと。はあ、ドルファはどういうわけか俺をやたらと追ってきやがるからな。あの社長をぶっ殺してそれを止めてんだ。キイ！だったら僕たちと協力しませんか。僕たちもゆえあってドルファを潰すために動いています。今は少しでも戦力が欲しいのですよ。ごめんだね、俺はつるむのは大嫌いだ。あんなクソ社長、俺一人でどうにかなるしな。そうですか、それは残念です。ところで、あなたは盗賊まがいのことを行っていたようですが、お金に困っているのではありませんか。僕たちと行動を共にすれば食事代くらいは出して差し上げたのですがね。わかった、一緒にやろうぜ。キュイ、このノリなんかファングみたい。シン、今は彼女にファング君の知り合いだとバレない方がいいでしょう。彼女の目的がファング君だというのならば、勝手に行動されるとこちらとしては都合が悪いですからね。近くでコントロールした方が良さそうです。何ブツブツ言ってんだよ、社長が出てきたぞ。おっと失礼、ではまずは彼に接触を。待てー、ええ、今度は逃がさんぞ盗賊ティアラメ。神妙にお縄につくんがよい。ビビン、あ、なんじゃお主。お主のことなど我が輩は知らんぞ。そうじや、我が輩あの女と会ったことがあったかの。いいえ、初対面ですよビビン。ふん、さてはお主らもティアラの仲間であるな。ならばまとめて退治してくれようぞ。ちょっとどういうこと。なんでピピンが。しつこく俺を追ってくる賞金稼ぎなんだよ。くそ、お前らも手伝え。これは予想外の展開ですね。ですが仕方ありません。
急がねばファング君を逃してしまいますしね。たったったー、まさに飛んで火にいる夏の虫、世を騒がせる盗賊どもに天誅を食らわせてくれる掃除フェアライズじゃ。うわ、やるではないか。しかしこの正義の刃はまだまだ折れる。我が輩の真の力を見るがよい。ちょっとピピン、勘違いしないでよ。私たち別に悪いことなんて。だあ、親しげに名前を呼ぶでない、この盗賊めが。いけませんね、これは説得できるような状態ではないようです。シャルマ、ファンクってやつ行っちゃった。手間取りすぎましたか。ここは一度引きましょう。ティアラさんもついてきてください。敵に背を見せるとは恥を知れ。フジ、オド、あまり無茶しないでください。ピピン、結構ボロボロにやられてるんですから。年は取りたくないものであるな。昔は盗賊どもを片っ端からちぎっては投げ、ちっては投げ、ついでに顔に落書きまでしてやったもの。思えばあの頃のわしは強かった。おいはぎども逆に身ぐるみ剥いで汚い服を洗濯してアイロンがけまでしてやったこともあったの。とりあえずお茶でも入れましょうか。その後で傷の手当てを。ははあ、ティアラとあのキザフェンサーつるんどったんか。こら、報告しといた方が良さそうやな。それで何もせずに戻ってきたの。役立たずにも程があるわね。役立たず無能、役立たず無能。ティアラとかいう女だけやったらどうにかできると思っとったけど、わし一人では正直あのキザフェンサーとも手に負えんのですわ。そない言うんやったらもう少し使える手駒でも与えてくれたらええんと違いますか。確かに、これ以上あなただけの働きに期待しても仕方がないわね。分かったわ、一人協力者を与えてあげましょう。呼んだかい、社長代理殿。何やこの女。はは、君が噂の役立たずガルド君だね。私は研究開発部のハーラーだ。よろしく。こっちは私の妖精のバハス。よろしくな、兄ちゃん。彼女と共にティアラを捕らえなさい。そして邪魔者どもの抹殺を。ま、大船に乗った気でいたまえ。この私がついてるんだからね。思わぬ邪魔が入ってしまいましたね。ねえ、まさかピピンと戦うことになるなんて。何なんだあの妙な生き物は。妖精にフェンサーがフェアライズするとは非常識極まりない。あ、そう思うのも無理ないけど、あれはピピンがフェンサーで、ソウジの方が妖精だからね。なんと。どうでもいいだろそんなこと。それよりどうすんだよこれから。早いとこあのクソ社長をぶっ殺さねえと。俺も安心して眠れねえんだよ。キュイ。そうですね、こちらとしてもどうにかファング君に接触してみたいのですが。ロロさん、どうしました？うん、頼まれてた例のフェンサーの居場所が分かったよ。お兄さんたちがここに泊まってるって聞いたから情報を届けに来たの。なるほど、それは助かります。ちなみにそのフェンサーの名前は。それがね、なんとなんとドルファの社長、ファングってやつなんだ。素晴らしい仕事です、ロロさん。すぐにその場所を教えてください。
ー。